忙しい。飲み会。せっかくやってください。少ししか取らんね。早かった。終わった。天空に行く時。ああ、天空ですか。うん、行く時の雪がね、いつもそう思ってきたけど。ああ、そこ、端折った部分です。え？ちょっと音楽から遅れたんで。これは。いや、いつもそう。あ、いつもですか。いつもね、どうして天空に、行きはゆっくりすって天空に入ればよかったのに、いつもこう、早かな、そこがって音楽次第かなって思って、音楽に合わせてどうもそうじゃなかったなって思って、ちょっと全般がちょっとゆっくりしすぎてる、どうも音楽のせいやろうって思うよって、何か天空が早入りすぎるなって思って、ね、いや今までですね、今まで男子のは普通に伸ばしたのはそこでちょっと男子ので終わったの、男子のこの部分がちょっと伸びたんですよ、その部分が伸びたんで、後ろにずっとついて、私もね思うて、どうしても音楽のせいだろうけど、天気に入る時のもっとゆっくり入ればよかったかなと思って、ちょっと前半のところちょっとやってみます。最後の句はもう確かに上等と思うけど、
こいつやる、うん、これがあの入りの早かなっていつも文字聞いてるけど音楽の人やると鉄血が早かと、うんうね、もうちょっと一緒についてもう鉄血の時は入りはもう入れんことにしとったですか。どこどこですか。鉄血の入りは、もう鉄血で奈良に行ってしまうんで、ああ入れた方がいいんでしょうけど、いや余裕がないですまだ。ああ鉄血、うん、そがしと奈良よかったけど、ね、ちょっと変更がこれから、ここはね、少し早かったです、うん、あのちょっとユリの言った方がかっこよくて、うん、もうちょっとわざと入れんとかなって思って、鉄血をしっかりと、いやもうあの優先生が言うとったでしょ。いやそこはなんかその気がする、あれがいい、これがいいしたらもう歌い手はもう覚えとけんでね。そう感じなんだけど、一応、うん、なんかそんな気がする。何か入りのいつもこう音楽のせいやろうと思って聞いとったとけれど、いやそれ違うよ。音楽がね、あのやっぱりこうこれに合わせるけんで、もうでもあの今までのことせんですか、もういろいろしよったらあのダメ、いや鉄血のところは入れないといけないですね。ユリを。ちょっとでおかげで入れとった方がいい、ね、ですね。いや全然違うみたいですね、うん、入れる、うん、じゃああと1回いっていきますか、ね、はい。
や、56秒。ああ、そしたら1分1秒短い。ああ、そうですか。あのなんかね、あれだけ取ったら、あの あそこは良かったよ、うん、あそこも、あの3本、もう激しく揺れればそうだよ。勉強になりました。いやね、あれこれがいろいろ言ったらいかんけども、いつも私があのなんか天空に入るときに早すぎやせんかなと思って聞いておったけどもね、はい、ミレイさんのユリが今頃近頃揺らん歌なったもんね。前はちゃんと言おうと今日だけかな。なんすか。いやいや、ミレイさんは、ね、あのねのユリをね、あのなんか前は言おうとったのに今近頃こう。ミレイさんはあれ、うん、ミレイさんじゃない、ごめん、あのイコンじゃなくイコンじゃなくなんじゃったか、天空、天空、天空の話、私はごめんなさい。鉄血、天空の、そうそう、鉄血の、そうそう、そのくらいで、あの私はね、あのその生き取りの少なかととあの二年さんなんじゃなんかもう鉄血のユリのなんかとかちょっと惜しかなって思って聞いとったけんで、うん、まあね、なんかこの音楽でやるんだけんね。いや、音楽はよかったです。音楽のあるけん、もうあれこれがああいったどれ取るよもなんかけんね。でもあのその生き取りとあれはユリはもう決まったもんけんね、して、あのあれだろうと思ったけど、まあすごい上手になったね、みんなもね。